はい、皆さんこんにちは。今回ですね、ウェブブラウザ上で動くこの Q&A のチャットボットのね、作り方について解説をしていきたいと思います。で、今回このジェミニ版ですね、これをまあ解説していきます。で、どういうものかっていうと、今これね、 Google ドライブ上に、はい、こんな風に、はい、このデータファイルですね、ここに、まあ、この大会ですね、この Q&A、これ PDF とか、それからドキュメント形式、テキスト形式で、まあ、それを読み取ることができるんですけど、はい、これについて、内容についてね、答えてくれるということです。はい、じゃあ早速聞いてみましょう。例えば、これ剣道大会インターハイのデータ入ってまして、会場はどこですかと。はい。そうすると、はい、こんな風に答えてくれると。例えば、日程を教えて、はい。こんな風にやると、はい、こんな風に、はい、日程なんかも教えてくれたりします。はい、で、今回ジェミニ版なんですけど、これメンバー向けに対しては、まあちょっと性能のいいこのね、チャット GPT 版ですね。この日程を教えてってやると、これなんかジェミニよりもなんかチャット GPT の方がの、オープン AI がね、ちょっと性能が良くて、はい、こんな風に詳しくね、同じデータなんですが、はい、出してくれたりします。まあ、今回これ無料ということなんで、ジェミニの API を使ってやっていきたいと思います。それでは早速、この YouTube のこの概要欄に URL が貼ってありますから、これをクリックします。はい、そうするとこのコピー作成と出てきますので、これをクリックして、はい、コピーが作成されました。で、そうしましたら、こちらの拡張機能からアップススクリプトですね、こちらをクリックします。はい、そしたら一番最初はこの歯車のマーク、このプロジェクトの設定ですね、こちらをクリックしまして、一番下のスクリプトプロパティを追加というところで、はい、2つのプロパティですね、1つは API キーです。はい、これ間違いないでください、 API キーですね。それからもう1つですけど、これは、はい、ホルダーID、 はい、全部半角のコマですね、ホルダー ID ということで、ここに値入れます。まあ、仮にね、例えば AAA とか BBB とかまず入れておきますね。はい、で、後からこの値を設定していきたいと思います。で、まずはこの API キーなんですけど、こちらですね、エディターのところで今 API キーの取得先とありますから、こちらを、はい、コントロールキーを押しながら、はい、クリックします。Mac の場合はコマンドキーを押しながらクリックしてください。そうすると API キーを取得と出てきますから。で、こちらはまだ取得されてない人。はい、これキー、API キーを作成というのをクリックして、それで、はい、選んで、既存のプロジェクト API キーを作成と。はい、こうしてあげると、無料でね、API キーが利用できます。はい、で、この API キーはね、誰にも教えないでください。で、これをコピーします。はい、そうしましたら、はい、先ほどですね、こちらに戻って、はい、こちら、プロジェクトの設定ですね。はい、こちらで、この API キー、スクリプトプロパティを編集で、ここに、はい、貼り付けてあげると。はい、で、次にですね、これデータを入れるフォルダーですね。はい、で、この Google のサイトに戻りまして、こちら、はい、ここのメニューから、ここのドライブとありますから、ここに、まあ、PDF とかドキュメントとか入れるフォルダを作ってあげます。で、マイドライブに新規で、まあ、今回新しいフォルダーということで、まあ、データファイルですね。データファイルということで、はい。そうするとできますから、はい、こちらのところに、まあ、必要なね、この PDF を入れてあげると。はい。例えばどんな PDF かっていうと、これインターハイの実際のね、データなんですけど、はい、こんな感じですね。これ大会要項とか、こういうものが入ってるものですね。はい。あとはですね、例えば、まあ、事務連絡とか、出場校への連絡とか、こんなのとかね。はい。これをこちらに入れたいと思います。はい。で、これをドラッグ&ドロップして、はい。こんな感じで入れます。で、その他、まあ、この要項に書いてない部分に関しては、新規で Google ドキュメントで、こちらに例えば、まあ、速報サイトね、速報サイトは、こちらという感じで、例えば、
こんな風に例えばインターハイね、インターハイ、インターハイ、インターハイ剣道ということで、で剣道のページありますから、でこのページですね、はい、速報こちらなので、はい、この、はい、ドキュメントに、でこれ例えばこのところは Q&A とかしてみますか、まあ名前は適当でいいです。こんな風に、まあ、追加情報ですね、はい、これをいろいろ入れておくと、はい、そうするとこのフォルダーの中がこんな感じになりました。でこれちょっと読み込みすると多分 Q&A とこんな感じになります。でこちらの、まあ、データを読み取って、まあ、チャットで答えるというような仕組みですね。はい、でそうしましたらここですね、はい、ここにフォルダー ID ってのがあるんですよ。これです、こちらです、はい、でこれをコピーして、でこっちをスプレッドシートのこの、はい、アップスクリプトですね、ここのところでフォルダー ID ってありますが、これねスペルをね間違えないしてください。で編集でここに貼り付けると、でスクリプトプロパティを保存というふうにしてあげます。はい、でこうしたら今度はデプロイですね、デプロイで新しいデプロイとします。はい、でここのところですけどウェブアプリにしてあげて、こちらですね、これウェブアプリですね、ウェブアプリで、ここは自分です。そしてここアクセスできるデータはユーザーは必ず全員にしてください。でデプロイをします。でここね、まあ、数分かかるときありますのでちょっと待ちましょう。はい、でアクセスを承認クリックして、で自分のこのアカウントですね、これをクリックして、でこれアドバンスのこれ詳細ですね、詳細をクリックして、で安全でないページ、こちらです。はい、ここをクリックします。はい、そしたらばアロー許可ですね、許可をクリックします。はい、でこれで、はい、デプロイということで、はい、これもちょっと時間かかります。はい、できました。でウェブアプリってありますから、こちらをクリックしてあげると、はい、これでチャットボットが作成できました。はい、これ消しときますね。で今この段階ではまだ PDF のデータが読み込まれてませんので、例えば日程について教えてってやっても、はい、これはまあデータがないですよというふうに出てきます。はい、でこのデータを反映させるためにはこちらの、はい、でここのところに今カスタムメニューというのが出てきますから、ここで最新データへ強制更新とします。はい、そうすると今ねこちらのこのデータファイルですね、こちらのデータをこちらのセルにこのように読み込みます。はい、でこれね少しちょっとね全部読み込むまでにちょっと時間かかりますのでちょっと待ちます。はい、はい、ではこれで読み込みました。はい、これでデータが反映されましたので、はい、これ聞いてますね、日程について、日程についてってやると、はい、この PDF のデータですね、これを参照して、はい、こちらですね、事務連絡にありますよとかね、例えば会場はどこですかなんてやると、はい、はい、こんな感じで、はい、出てきますね。はい、でですねこちらこのフォルダーのデータですね、このデータが変わったならば自動的にこのデータを変えるようにこのカスタムメニューから1日おきにデータを自動更新としておきます。はい、そうするとこれ1日おきに新しいデータになります。例えばですね、ここのところ今例えば、ねね、猫の名前はにゃにゃんですとかね、例えばまあ全然関係ないデータ入れていますね。でこれが反映されるかどうかと、で今の段階ではですね、これ例えば名前はというふうに入れたとしても、はいはい、猫の名前から情報はないんですけど、こちらですねカスタムメニューから最新データへ強制更新としてあげますと、はい、でこれで更新されましたので改めて聞いてみますね。はい、猫の名前はということを聞いてあげると、はいはい、にゃんですというふうに答えてくれるようになります。はい、ですからまあ途中なんかいろいろこう変更があった場合にはですね、
こちらの、まあ、データですね、ドキュメントにいろいろ追加で書くと、まあ、追加の情報等が、まあ、反映されるというような感じになります。その時に、まあ、注意するのはこのカスタムメニューから最新データへ強制更新とするか、1日おきにデータを更新する場合にはこちらやっていくと1日経つと自動的に、まあ、更新されると、まあ、この部分どうなってるかっていうと、こちらですね、こちらの拡張機能のアップスクリプトを見ますと、ここのところに、はい、トリガーというのがありまして、このトリガーが自動的に、まあ、設定されると、はい、これでちょっとやってみると、時間手動型ということで午前0時から1時の間に自動的に更新されますよというのがこれで設定されています。でこの時間をちょっとずらしたい場合には、例えば朝、まあ、3時4時ならば誰もアクセスしないだろうという時期にこれで保存してあげると、この時間にデータが自動更新されるようになります。はい、いかがでしたでしょうか。これジェミニの API 無料できますので、はい、簡単にこのチャットボットはできます。でこれメンバー向けなんですけど、これ同じ仕組みなんですけど、あの OpenAI の API ですね、チャット GPT の API の方がこれ精度がねなぜかいいんですよね。はい、そちらの方は、まあ、会員向けに、このメンバー向けに今紹介したいと思います。あとはこれを応用した、まあ、LINE のチャットボットですね、ジェミニ版とそれからチャット GPT 版、これもいずれ載せていきたいと思いますので、よかったらメンバー登録よろしくお願いします。それではまた。じゃあの。